道のりがあって。それでは次の曲で最後になります。今日はありがとうございました。僕のオリジナルトリップという曲を聴いてですね、聴いてじゃなくてやってですね、終わりたいと思います。メンバー紹介します。ピアノ小森陽子、ベース出宮博之、アルサックス浅井亮介、オンドラムス崎田治孝でお送りしました。ありがとうございました。